本とその他全部新しくなってるみたいです。はい、じゃあ階段を上ります。足元に気をつけて上がります。はい、ここでだいたい全部見渡せます。はい、はい、ここが一番上です。はい、ぐるりと見渡します。はい、ここは広沢寺古墳です。ちょうどこの上に本堂とかがあります。こちらの方に行くとお墓がありますので、その途中右下に降りたところにこの広沢寺古墳があります。はい、ちょっと近寄ってみます。はい、これが洞穴です。はい、この場所よくわからなくて、和尚さんがおられたので聞いてみました。中に板がいっぱいありますけど、これは子供たちがここを隠れ家にして遊んでるということです。はい、これが全部古墳ですね。大きい小山になってます。ここですね。はい。